いやうわー怖い怖いよ、待って、怖い、揺らす、うるさい、やめろよ今ちょっと中をちょっと取り戻すために何年か前に行った高尾山に来て、そうね、初心に帰ろうかなと思って何年前何年前だろうね、あんたもう怖すぎてさ、俺の方にちょっとカメラを向ける、はいはい、これでいいんだ、ほら、あ、怖い、怖いよ、これ落としたらもう終わりだ、落とすなよ、あ、これ12分かかるらしい、上まで意外と長いよね、時間、わ、すごくない、あの傾斜、ね、怖いんだけど、ちょっと無理、すごい、無理、もうやだー、あれ、なんか撮ってるのかな、あ、写真撮ってくれるんじゃない、多分降りてくる人を、あ、降りてくる人、ね、あ、多分ね、こっち側は左側にね、多分いると思う、で、後でなんかこう変えるのよ、写真を、やばい、このカメラマンはどうやって登ってくる、ここまで、これに乗ってカッてパッてそう飛び降りて、危ないだろ、怖いよ、いや、高所恐怖症の人は怖いね、いや、もう死んじゃう、下見てみて、あー、もう無理なんて平気なの、俺全然平気、むしろ好き、好きなの、うん、ジェットコースターとか好きだし、え、てか、なんでみんな平常心でやってんの、どういうこと、なんでみんな、え、そしたらしょうちゃんほらあっちにすればよかったんじゃない、ケーブルか、いや、そりゃつまんないよ、うん、つまんないよ、なんでみんな平気なの平気よ、全然みんな何も言わないで、うんうんうん、全然平気でしょ、こんなもん、うわ、怖ー、高っ、190円だって本当だ、足元見てんじゃんこいつマジで、みんなここで買うって分かってっから本当にで、何買うの、マジかよ、うん、水190円、うん、我慢するか、え、でももうだったら俺もうトイレの水でいいよ、おうちょ、どうぞ俺はこの水買うから、高いって190円の水って、え、じゃあ、ジュースにしたら、いや、買おうよ。うん、ジュース。いや、喉乾くもん。うんうん。じゃあ、買って、早く。高いよ。え、コーラとかにする？え、コーラはなんか、値段一緒だもん。喉乾く？値段一緒よ。大丈夫ですか、あんた。あ、あった。はい。後で請求して。うん。水にしようよ、水。え、ちょっと、イロハス桃とかにする？いや、いいよ。喉乾く？え、大丈夫だと思う。コーラも同じ値段よ。もういいから。どうすんの？桃。桃ね。うん。ケチケチすぎるぞ。うるせえよ。違うよ。これ、俺が悪い？マジで。190円取ってる高尾さんが悪いだろ。本当に。高いよな。高いと思ったらいいね押してください。マジで。高いだろ、普通に考えて。どうだっけ？どうだっけよ。でも多分最短距離とかなのかな。わかんな。なんか記してくれないかな、どっち行く、え、みんなこっち選んでんじゃん、うん、じゃあこっち行こう、大丈夫かな、うん、なんかどっちかが早いねって話よきっと、多分そうよね、言ってたよね前ね、うん、誰ここ来たいって言ったやつまだ5分くらいしか経ってないよあとどんぐらいなの、45分って書いてあったよ頂上まで、何ですかこれ、あ、団子屋さん食べる？考えよう。考えよう？もうすぐそこよ。考える時間ないです。もうそこやんけ。ラーメンあるよ、ラーメン。ラーメンありだな。いや、マジで誰高尾さんに来ようとか言って。本当だよ。はぁ、あ。ふざけんなし、マジで。本当に。本当にマジで。なんかもう上までさ、リフトとかで上がれればいいよね。確かにね。無理か。無理よ。無理だ。確かにな。ねえ、もうそんな。ちょっとさ、うん。ところどころさ、撮っててさ、うん、こっち視線浴びるからさ、あえて景色を撮ってる風にして。向こうからして、あ、景色撮ってんだ。あ、確かにね。インカムじゃないですよ。あ、そう。確かに。大丈夫よ。結構さ、みんな撮ってるよ。本当？うん。え、なんかちょっと。なんか怒られそうじゃない？何か？山登り、舐めんな。舐めんな？え、いや、そんな、大丈夫。舐めんな。舐めてないよ。こんな T シャツ G パンで来るようなやつ。まだ、うん。そうですよね。確かに。うん。で、僕、富士山登ってますから。富士山登ってます？ T シャツ G パンで？違うよ。はい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 。すべてを潰す。
それが趣味、私の。もう手短いからさ、俺。ああああかっ、ダメだ。自惚れすぎ。いいよ。自分でいいの？なんか、いけてない？うん、いけてる。いけてるよね。うん、いけてる、いけてる。もうちょっと自己肯定感上げていこうと思って。俺もいけてんじゃん。だから、いけてないことないよ。うんうん、今日どうみたいなこと言って、いつもの感じとか言うじゃん。うんうん、あれ、褒め言葉だからね。マジかよ。それをなんか、変な風に捉えてるけど、あんた。ここよ。よくいるインスタグラマー。かわいい。はいはい。ずるいね、あんたね。あ、さっきまで尻でけえなとか言ってた。何かわいいって。ほんとうまいね。ケツデカ星人ね。こうよ。あ、そうそう、そんな感じ。ついた。こういうことでしょ。ついたよ。何年ぶりよ。何年ぶりだろうね。ああ、疲れた。しんど。しんどいね。ちょっと上のジュースがいくらか見とく。見よ。下と一緒？あ、下と一緒じゃない。一緒じゃない。上は230円だった。やっぱそうよ、上に持ってくるの大変だ。ちょっと上まで来たんだからさ、うん、ちょっと安くしてくれない？だってここ来れてさ、高くするってちょっとさ、うん、違うよ、大金持ちの税金と一緒じゃん、こんなって思わない、ね、運ぶ人も大変なんだから上まで。あ、まあ、そうね、そうね、そうね、そう、まあ確かに確かに。よく頑張ったなぁ。もうビール飲みだ。ずっとお携帯、お携帯撮ってんの今。撮ってな、気にすんなよ。え、美味しそう。何が美味しそう。美味しそう。見る？見ない。見ないんかい。とか行っとく？トイレ？トイレ。大丈夫か？うん。景色撮ってますけど。景色。うん、そうよ。景色。そうです。全然自撮りなんてしません。自撮りなんてしてませんけど。なんか俺らとさ、うん、登山したいやつとかいんのかな、こんなうるせえのに。いないか。いない。いる。いないんじゃ。いない。いないんかい。ずーっと喋ってるよ、マジで。文句ばっかり。文句ばっかり。面白い。不平不満ばっかり。あっつーとか言ってさ、うん、はい、食べていい。もう入ってない。はい、はい、撮りました。はい、OK です。そうよ。編集点。やめろ、やめろ。YouTube すんな。うん。YouTube じゃねえのかな、これ。え、柔らかそう。うっそ。そんなくんない。重い。おいしい。うまっ。あ、はい。うんまい。あ、うんま、これちょっと作り方教えてもらいたいな、これ。おいしそうよ。どれどれ。キノコ汁。もう俺手短いから。あ、いいよ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 。いやいやいや。うん。ちょっと待って。何が？お箸割る。あ、一つにしようよ。うわ。おいしい。うまそう。はい、うまーい。よくこんな暑いのに飲めんね。あ、食ってみ。あ、おいしい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 。おいしい、おいしいよね。うん、おいしい。キノコの味がすごい。ねえ。具沢山。熱い。うん。おいしい。うん。もううるさいよ。普通に飲めよ。マジで。熱々熱々熱々。熱熱熱いや、笑わないで。笑わない、笑わない、笑わない。いつ突っ込んでくれるかなと思ってたけど、結構ね、これ熱くて、うん、すんごいここ、食堂さ、熱いのが通っていくのが分かってる。うん。うん、うん。あー、のどかだね。うん。いいね。
なんかこういうところのさ、うん、バイトってどうなんだろうね。何が？毎日さ、ここまで登ってこないといけないわけでしょ。車じゃね？あ、車なの。車だろ、あそこ。あそこ止まってるよ、車。でも誰の車か分かんないよね。ここの人たちでしょ。乗り合いで？うん。うん？そうだよね。だって。朝何時にここ集合ね、みたいな。うん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 。え、登ってきてるよ。歩いて？うん。いや、絶対違うじゃん。絶対違う違う違う。そんなわけない。住み込み？ここで？うん。いや、せめて下で住み込んでんだろ。フレーマーいるかな。やだね。クレーマーがいない仕事とかがいいよね。ちょくちょく考えんだよね。クレームが来ない仕事ってなんだろうね。なんでもありそう。でも結婚式とかでもさ、うん、うるさい人いるでしょ、きっと。そうよ。いるよ。葬式とかでもいるよね。いや、いるよ。トラブルみたいなのめっちゃ、テレビとかでもいいじゃん。サンリオピューロランドとかでもいそうだよね。いるよ。どこでもいいよ。ディズニーでもいるよ。ディズニーはいそうだね。うん。なんだったらいいんだろうね。どこでもいるか。うん、どこでもいる。熱心がゆえのクレーマーもいるもんね。うん。ちょっとやだな。好きすぎてね。あー、好きすぎてクレーマー。美味しかったー。あ、もう食った？食べた。あ、食べてしまっちゃった。あ、だだだだだだ。え、団子もう一本買う？いらない、いらない。え、そういうのやめてよ。なんかもういらないって言ったらさ、もう美味しくないみたいじゃん。美味しかったよ。お腹いっぱいなんだよ。え、ジュースもう一本買う？いらない。いや、ジュースね、何？本当に。あのほら、翔ちゃんの悪い部分を出そうとしてるから俺。なんでよ、お腹いっぱいなのよ。あ、そうなのね。美味しいよ全部。うん。よかったです。あれ下に降りたらまた食べるよね。もういい。もう食べない夜まで。嘘じゃん。嘘って何よ。それそんなの翔ちゃんじゃないじゃん。ちょこちょこさ白 T イケメンがいるけどさ。あ、いるね。あ、白ってスタイル良くないと綺麗に着れないよね。そうね、難しいよね。白が似合う人っていうのは本当のかっこいい人、かわいい人よね。そうね。いいな。いや、翔ちゃんも似合うと思うよ。どこがだよ。ねえ、思ってないっしょ。でもそんなことない。そんなことない。思ってないじゃん。思ってるよ。思ってる？思ってる。うん。